チャンミさんが2回連続で先生みたいなね、はい、チャンミから取ってね、あ、今まではずっとユノが先に、そう、ユノさんが先にね、俺が先って感じだったんですけど、見えないようにね、うん、皆さんには分かった。さあでは一応隠していただいて、はい、せーので皆さんに見せてくださいね、はい、いいですか、はい、はい、では見せてください、どうぞ。あいよ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 、うん、ユノシップが戻ったぞ。さあチャミさん、はいはい、初のアシスタントということで、はい、ね、ユノシップ、ユノ先生がどんな風に、まあ、アシスタントを使うのかちょっと楽しみなんですけれどもね。お願いします、はい、よろしくお願いしますお願いします。はい、わかったよ。今日この回で作っていただくメニューはこちらでございます。チャーハン。チャーハンはどうですか、作ったことは。あー、お、今日皆さんに初めてユンチャーハン見せます。ユンチャーハン。制限時間15分の間に食材、そして使う器具、これも選んでいただき、調理まで含めて全てで15分となっています。さあこのエプロンの書き方も一つの見どころとなっておりますね。皆さん、この2人のエプロンの違いを見届けてあげてください。あ、なんかいつもと違う感じになりました。シェープ同じ、シェープだから、シェープだからね、はい、15分の間にここまで選ぶのも入るので、じゃあもう早速スタートしますよ。はい、それでは先生お願いします。チャーハン編用意スタート。まあ黒米、白米、玄米があるんだ。はいはい、うん、玄米でいこう。何ですか、ユノシェプだから。おっしゃった通りに玄米選びました。ユノシェプだから信じてくださいよ。本当に今日みんながびっくりするチャーハンが生まれてくるかも。はい、はい、さあご飯選びました。あとさあご飯選んで、材料、具材は、材料は具は何にする。パイナップルと、え、最後信じてくださいよ。なんか甘みも同時に必要だから、ここ今日真面目にやるんです。はい、キノコ、マッシュルーム、玉ねぎ、うん、玉ねぎいらない、いらないそしてあとは、はい、今日はちょっとチャーンだけど、はい、自分ないしチャーンだから、これそれ何ですか。これはこれ海苔、ん、海苔、キムチ、はい、これ、そしてこれ海苔ですね、海苔ですね、はい、これで、はい、ちょっとこれ切ってください。これ、これ、これ玉ねぎ、これで大丈夫ですか。全部切って、全部切って、大丈夫ですか。人参もいいから切って。さあさあ、それでは本格的に料理の方に入っていただきましょう。もうすでにね、チャーミンさんが器用に野菜を、ね、先生、まず硬い野菜から先に入れた方がいいんじゃないですか。まあまあいいけど、好きにやって。いや、なんか指令出してください、先生。あ、いいか、うん、いいじゃん、自分のいいよ。そして、ごま油をまずは、何ですか。バターも、ゆどさん、あの、ペースを合わせるっていうこと大事ですよ。今まだ野菜があそこまでしかできてないのに、先に有能式の、有能シェフのスタイルは、さっきご飯から入れた後に野菜入れるんですよ。昔もそう、わがまま知りました。でも味は良かったですよちょっとまだちょっと、うん、え、本当海苔が焦げれますよ。ちょっと大丈夫です。海苔から煙が出てきてるんですけど、煙が出てる、大丈夫。煙が出るのがポイントだからね。スタッフがドキドキしてますよ。どういうことになるんだと。入れます。チャーミンさん、アシスタントがありえねえという顔をしております。いやいやいや、いいから、本当に。先生、人参先に入れましょう。そう、さあ、硬い野菜、さあ、これからこのペースで合わせてね。いいですよ、いいですよ。あ、細かくね、チャーミンさん、うん、マッシュルームを、キノコを切ってくれました。やって、はい、これを4分に大きめにお願いします。小さいですか、今のままだと。うん、ちょっと小さい。理由が全部あるんだ。理由が全部あるんだ、うん、はい、そうそうそう、よ、いい感じ。そして明太子、明太子、うん、時間ない、時間ないよ。さあ
残り約8分ぐらいです。今8分10秒ぐらいかな。はい。じゃあちょっと頭がね。それで次はパイナップル入れるんですけど、理由は後で説明しますよ。はい。何入れた？パイナップル。もうね、はい、一応ね、皆さんのために私はちゃんとこういう順序で簡単にね、どういう風に料理をするかっていうのが書いてあるんだけど、一つも合ってない。さあ、それは何？そのパイナップルのその水、うん、そのこうなんか、はい、それが必要。はいはいはい。もうちょっと。はい。そして明太子？明太子今あの中のね、うん、あのはい。うん、もう終わった。明太子大丈夫。なるほど。で、これちゃんに、ありがとう。それも入れるんですか？今何入れたの？明太子。明太子入れた。有能シェフだから僕が好きにやりたいのをやったらいいんじゃないですか。さあ残り4分30秒です。これをさらに、うん、してください。はいはい、こちら。まだ終わってないですよ。これ半分ずつ分けてね、お願い。最初からダン見た瞬間すぐ分かったんですよ。何が？これは自分のものだ。パイナップルお願いします、はい、パイナップルが重要です。パイナップルがかなり焼けてるんですけど先生。そうそう、それがそれがポイントだからね。自分それで OK？ なぜかというとこれを半分を、うん、じゃあ残り2分50秒ですよ。これが上にやって、なんだろう。じゃあ残り2分20秒。カレー？じゃないですよ、理由があるんですよ。そうですよ。さあ残り1分55秒になりました。さあ先生、今日のミッションもう諦めたんですか？いやいやいや、じゃないじゃないじゃない。そこでカレー粉を混ぜる、よくわかんない。はい、完成です。ちょっとやばいな、はい、さあそれでは登場していただきましょう。東方神起ダンサーズの中からりょうたさん、どうぞ。さありょうたさんにも試食をしていただいて、採点ボードに点数を最後に書いていただくんですけど、ちょっとまず見た目の感想を一言いただきましょうよ。これは見たことないですね。ねえ、そう、見たことない。やっぱりクリエイティブは見たことないの方が重要だからね。こういうね、じゃあすくっていただいてね、一口目を。はい、こういうなんて食べるのが頑張ることでしょう。頑張れ頑張れ。まだ終わってないです。すっごい今混ぜてる。罰ゲームじゃないですからね、りょうたさん。罰ゲームではないんですよ、これ。さあ、それではですね、先ほど選ばれました4名の皆様、審査員の皆様、はい、点数の方は書いていただけましたでしょうか。一斉に見せてください、どうぞ。3点、5点、1点。8点。8点か。あ、ちっちゃく書いてあります。8点。僕、点数がないと思った。8点ですね。8、1、5、3、合計が17点。では、りょうたさんの点数、こちらです。どうぞ。僕もそう思った。やっぱりそうじゃない。やっぱりそうじゃない。あ、でも、思ったより、うん、こっち。ちょっとチャーミンさんちょっと食べてみて。あ、ここぐらいダメ、これダメ。カレーはダメだって。ダメダメダメ、これこれ、はい、これが美味しい。美味しいんだけどね、はい、さあということで今の点数かなり厳しい点数出ましたけれども、
点数合計がどうなりましたでしょうか。14点ですよ。見たことのないマイナス、見たことのないマイナス。こちらのミッション点数が14点と低かったので、はい、残念ながら不成功、コインゲットならずでした。